インディースポット。はい、それでは今回もインディースポットでは僕が個人的に気になったインディーゲームをプレイしながら簡単に皆さんに紹介していきます。今回はこちら、ミテオフォールクラミッツテイル。ユニークなデザインとアニメーションが魅力的なカードを使ってダンジョンを攻略していく戦略ゲームです。早期アクセスとして2019年11月6日に販売開始。価格は820円、開発はスルースワークスとなっています。それでは早速ゲームプレイしていきます。ゲームをスタートすると、まずね、主人公を一人選ぶことになります。戦士と魔法使いがいるんですけれども、まずは戦士の方でプレイします。ブルーノっていう名前のやる気満々のね、男の人ですね。 OK。で、そうしてゲームを始めるとマップが開かれて、まあ、どこかにね、連れて行かれます。で、連れて行かれたエリアのところをプレイするっていう感じですね。ゴブロイドタウンということで、で、そうするとゲームがスタートします。で、このカードをね、使ってプレイしていく形のゲームなんですけれども、どんなことを目的としてるかっていうと、あとね、カードが右上7枚残ってることを書いてます。セブンレフトって書いてますよね。これね、あと7枚カードが残ってる。で、目的はここにいるモンスターを全部倒すことです。で、7枚のうちにモンスターがまだ隠れているんで、どんどんカードを減らしていって、最終的にモンスターのカードを全部なくせばこのエリアの終了、クリアっていうことになります。で、戦っていくんですけれども、まあ、戦っていく上でこういう風に薬があったりだとか、防具があったり、あと武器があったり、スキルがあったりします。で、まずはね、戦闘のところから紹介していきたいと思います。モンスターをこういう風に選択すると戦闘が始まります。で、これね、カード、まずどんなことを表してるかを紹介していきます。まずね、ハートマークですね。これ体力です。相手4、僕10ですね。で、このダイヤマークの中に書いてある数字が攻撃力。僕は2の攻撃力、相手はね、3の攻撃力持ってます。で、基本的にはこの戦うボタンを押すと戦闘が始まるんですけれども、僕が先制攻撃できるのが基本的なルールです。でも、なんかね、サンダーマーク、雷マークついてますよね。これはね、相手が先制攻撃できるってことを、示してます。なので、ここで戦闘ボタンを押すと相手が僕に3ダメージで、僕は2ダメージを与えることができます。で、次は雷マークついてないですよね。その時は僕が先制攻撃、先に攻撃をすることになります。なので、攻撃ボタンを押すと相手を倒して戦闘を終了できる。で、1枚カードがなくなると、このおじさんがね、クラミットって言うんですけれども、クラミットがこう思い浮かべてるカードが降ってくるっていう形になってます。で、戦闘に勝利するとお金をね、1もらえるんですよね。なので、このお金を使ってスキルを買ったりだとか、防具を買ったり、この右上のこのお金マークの中にある数字がこのアイテムの値段を示しています。なので、この0って書いてあるやつはタダでもらえます。で、これどんな効果かっていうと、2体力を回復するって書いてあるんで、1つもらっておきましょう。で、アイテムは手元でね、すぐ使うことができます。今7体力があって、2回復するポーションを使うと9になるって感じですね。で、アイテムには、なんかちょっと説明ばっかりになっちゃいますけれどもアイテムには耐久値ってのがあって、このね、白い丸の数だけ使えるようになってるんですよね。で、さっき手に入れた薬、体力を回復するポーションは2個丸があったんで、1個使うと白い丸が1個減って、あと1個使えるっていう白い丸が1つ追加されてます。まあ9、最大体力は10なので、今飲むのはもったいないってことで、次の戦闘に入りたいと思います。で、相手はね、先制攻撃持ってるんで、最初は3ダメージどうしても食らってしまう。で、次は先制攻撃の雷マークがついてないんで、僕の攻撃から始まって相手を倒すっていう感じですね。で、ゲームが進んでいくと、まあ、いろんな特殊能力を持ったモンスターが出てくるんですけれども、今回はこの雷マークを持ったこのゴブリンみたいなやつをどうするかっていうところが、このエリアのなんていうかポイントになってきます。で、戦闘ボタンを押さなければ、×ボタンで1回撤退することができます。はい。で、今ね、2
お金があるんで防具を買ってみたいと思います。で、戦士と魔法使い主人公いましたよね、それぞれねそのキャラクターごとの、特殊な能力があるんですけれども、戦士はこういう防具を買うと体力がね2回復するっていう能力を持ってます。なので今お金が2あるんで、この鎧を買ってみます。はい、まあ、そうするとね体力が2個回復するという。で、8体力があるんでこのポーションも使って体力をマックスにしておきたいと思います。で、続いてもう一回戦闘を行うんですけれども、防具はですねこんな風にクリックすると使うことができます。この紫色のね縦マークで2って書いてありますよね。これはダメージを2減らすっていうことを意味してるんで、先制攻撃で3食らう2ダメージを減少する鎧でね、そうすると1しかダメージ食らわないってことになります。ダメージが1で済んでる。たださっき言ったように耐久値っていうのが鎧にはあるんでアイテムには全部あるので、1回使うと1個耐久値が減ってしまいますよ。でお金1個獲得。まあでもダメージ1で済むんだったら十分かなっていう形ではあるんで、このまま戦っていきますよ。はい、よいしょ、バッチリですね。はい、で宝箱のアイテム、これは手に入れると2個ゴールドをもらえます。なのでもらっておいてラッキーって感じですね。で続いて武器も買っておきます。そしてスキルも手に入れときます。はい、であとはですねどうしようかな。そう、もう一つね大事な要素があるんですけれども、このアイテムモンスター以外のカードは売ることができるんですよね。売るっていうか捨てるっていう感じかな。で捨てるとどういういいことがあるかっていうと、お金を1もらえて体力を2回復するっていう、効果をもらえます。なのでこのバケツの兜を捨てると体力が2回復でお金が2獲得できるっていう感じです。なので防具も買っておこうかなみたいなことができるわけですね。でもう残りのカードはこのゴブリン2体倒せばこのエリアはクリアっていうことになります。まあ、これが、このゲームの基本的な流れっていう形になってますね。でスキルとかいろいろあるんですけれども、まあ、今回最初に持っているスキル、武器をね装備してる時だけに使える能力です。どこから説明しようかな。まずね武器のこのダイヤマーク1を武器を使うと追加することができるんで、この短剣を持つと攻撃力が3に増えてますよね。でさらに、この能力を使うとプラス3、攻撃力をプラス3できるっていう形になってます。なのでこのゴブリンを一撃で倒すことができるっていうスキルですね。ただこのスキルはこのエグゾーストっていう能力がついていて、まあ1回限りしかね使えないアイテムなんですよね。だから、まあ、必殺技みたいな形になってます。もちろんもう1回買うこともできますし、武器を装備してスキルを使う、まあ、そうすることで相手を一撃で倒せるっていうことになっていきます。でゲームをクリアすると余ったカードの数でちょっとね宝石の通貨っていうのかな、宝石がもらえます。でこの宝石は次使います。ゲームクリアするとまずね新しいカードをね一つ選べるんですよね。スキル、まあ、この辺がねちょっと英語が難しいところもあるんですけれども、これはねアーマーアップっていうスキルですね。全部の防具の耐久値を回復させて自分の持ってるやつですね。さらにブロックの値、防御力の値を2増やすっていう、まあ、結構強いアイテムかな。これは武器だ。特に何の効果もないけど1ゴールドで買えて1武器の値が増えるっていう感じ。探検よりもいいですね。探検は2かかるんでお金が。でこれは3体力を消費して4ブロックを得るっていう、なんかバトル中に1回だけ使える能力みたいです。結構リスクあるなって思うけど、ちょっとこのアーマーアップもらっとこうかな。でそして能力を一つ獲得することができます。まあ、この能力も結構いろいろあるんですけれども、まあ一番今回分かりやすい
最大体力が6増えるっていうのをもらっておきたいと思います。で、デッキの枚数もゲームをクリアしていくごとに2枚ずつ増えていって、でさっきね1枚追加しましたよね。でもう1枚は、まあもう1枚じゃなくてもいいんですけれども、こうさっきのゲームクリアした時の宝石で追加でいろんなカードを買うことができます。値段書いてますよね。で今40持ってるんで、値段見てなんか新しいのでも買おうかなみたいな風に、見ることができます。でこれはいろんなスキルがあったりとか武器があったりするんですけれども、まあ、今回ねちょっと面白そうな弓のカードを買っておきたいと思います。でまだ買えます。多分これはこのカード使ってると武器が使えなくなるっていう代わりに防御値が高いみたいなアイテムだと思うんで、これも買っておきたいと思います。でそうするとカードのね枚数が溢れちゃうんで、このままだと進めないので、何かね一つアイテムを捨てることになります。だからどうしようかなって感じなんですけれども、まあ、この探検をね一つ捨てとこうかな。新しい弓のアイテムもあるんでこのまま進みたいと思います。でそうするとまた駒が動いて、違うところに行くことになります。まあ、これをね最後8ステージ目までやるっていう感じです。あ、9ステージかな、 0から始まってるんで、うんうん、だからこの左のこの縦マークがね最後ゴールになります。こういう風に下に進んでってるって感じですね今、1番目で2と5と7に、ボスモンスターみたいなのがいるので、まあ、そこがまず山場かなっていう形になってます。まあでもねステージ2エリア2から結構やばい敵も出てくるんで、その辺頑張っていきたいなっていうところですよね。まあ例えばこいつは攻撃力が4もあるけど体力をね2消費するみたいな変わった敵ですね。スケルトンはね割と普通の敵だったと思う。うん、なのでまずはお金を稼ぎたいところなので、まずスケルトンから倒していこうかな。倒しやすそうなやつで、さっき手に入れた能力で最大値体力が16になってるんで結構余裕ありますよね。うん、なのでこのまま戦っていきます。よいしょ、 OK。 でどこから始めていこうかな。まあこいつとも素で戦っても大丈夫かな。よっ、ダメージ4。あ、でもかなり強いですね。で、バツマーク、このドクロマークがついてるときは次のターン相手が死ぬことを意味してます。なんでこれ死んじゃうかっていうと、まあ、僕が攻撃して2与えた後に、体力を2消費する技を使っちゃうからですね。そう、こんな感じで死にます。で、お金が2になってるので、どうしようかな。まあ、バケツちょっとこのアイテム欲しいかな。攻撃力が、じゃなくて防御力が高いやつ。なので、1枚、ちょっと弱そうなアイテムを捨てることで、お金を1獲得、体力を2回復させといて、で、この、バケツの兜。バケツなのかな?普通の強そうな兜。プレートヘルムって書いてますね。を手に入れて、で、戦士の能力で体力を2回復しておきます。これ戦士特有の能力なので、あ、ちなみに戦士特有の能力はねここで確認することができます。これですね、まあ、パークって書いてますけれども、まあ、この戦士特有の能力がついてます。魔法使いには魔法使いの能力があるんですけれども、まあそれはさておきって感じですね。でこの兜を使って敵と戦いたいと思います。6で、ここでね一つ大事なシステムがあるんですけれども、何かっていうと相手の攻撃力と相手の攻撃力以上かな、だから4以上の防御力を持ってる時に、あることが起きるんですよね。戦闘してみます。でそのあることってのはこれです。こうスタン状態、気絶状態、相手のターンをね一つ飛ばすことができます。硬すぎるみたいな攻撃したけど相手硬えってなって気絶しちゃうって感じだと思ってください。なので一旦ね先に攻撃できます。フリーで無料でね。で僕の方が先制攻撃がついてるので相手を倒すことができます。こんな感じで、なのでこの敵に対してはこの兜さえあればノーダメージで相手を倒すことができます。これはなかなかすごい。うん、いいですね。であと
と戦略的なことを考えてくると、このアーマーアップってのをうまく使いたいなって思うんで、まず鎧を1枚着といて、あ、なるほど、宝箱降ってきてる。お金に、お金はねここに書いてます。今2ゴールド持ってますね。で、体力のこれはどうしようかな、ちょっと考えどころだけど、まずこれも買っておこう。で、あと、そうだな、骸骨倒していこうかな。で、骸骨も同じように相手の攻撃力以上の防御値を持ってるとこんな感じで気絶するので、パシパシとフリーで叩くことができます。で、さらに骸骨をこのアーマー、新しいアーマーの方で、新しいアーマーを装備して勝つ。で、さっき手に入れたこのアーマーアップっていう魔法を手に入れます。手元に持っているこの防具ですねの耐久値を全部回復させた後に、さらにブロック値、この防御力を2個上げてくれる。めちゃくちゃ強いと思うけどな。じゃん、おお、すごい、修理されて新品になりましたね。これ強いな。なので普通の鎧でもこいつの攻撃を跳ね返して気絶させることができます。いいですね。あ、こうやってクリックするとちゃんとどんなことをしてるくれるかとか名前とかが分かるんだな。で、このちょっと弓矢についても説明しておこうかな。よ、魔法とかね、弓矢はあ、ちょっと待って、これもしかして全く使えないのか。いや、なるほど、この弓矢って条件があるんだ。一番上のね列って書いてあるから、ここにいるモンスターにしか使えないっぽい。もしここにいたらフリーでね撃つことができるはずです。戦闘前にねこの弓を撃つことができるはずなんで、ちょっとそれを紹介したかったんですけど、残念ながら、残念ながらですよ。あとは倒しておいて OK ですね。はい、こんな感じでゲームを進めていきます。で、使ってないカードの枚数だけ宝石がもらえるんで、まあ、むやみにねカードを使い切る必要はないです。何にせよ目的はモンスターのカードを全滅させることなので、そこが一番大事です。で、今回ボーナスでもらえるカードはこのパイプソード2ゴールドで攻撃力3のアイテムにしとこうかな。そうですね、エリアクリアすると毎回特殊能力を1つもらえるんで、まあ、今回も分かりやすいやつにしておきたいと思います。体力がマックスの時に攻撃力が1上がるクルセイダー、そしてアイテムも一つ買っておこうかな。これちょっと良さそうですね。相手のね先制攻撃をバトルのうちで1回防ぐことができるってやつ、この魔法を手に入れておきたいと思います。うん、これもなかなか良さそうですね。自分が攻撃した時に6ブロックを得られるっていう、バトル中に1回しか使えない魔法です。これも手に入れておきたいと思います。で、デッキが1枚溢れてるので、この攻撃の魔法を削除しとこうかな。このあたりがねちょっと考えどころではあります。まあ、バケツの兜いらないんじゃないっていう話もありますけれども、防御のアーマーとかを買うと体力が2回復するんで、まあ、その能力を考えると安い防具もあっていいかなっていう感じはしています。で、黒いエリア、2番目のエリアですねはボスがいます。必ずいます。どんなボスかが紹介されます。ゴブロードワグー、このキャラクターがいる限り、ゴブリンの攻撃力がプラス1される。で、トランキライザーっていうね鎮静剤みたいなカードが3枚シャッフルされます。シャッフルでそのデッキの中に入れられてます。なので、自分の持ってないカードがね出てくる可能性があるっていう感じですかね。よ、まずはお金もらっておこう。で、チラ見ですね、先制攻撃、さっきは攻撃力3でしたけれども、ゴブリンロードがデッキの中にいるんで、それだけで攻撃力がプラス1されてます。強い。そしてこいつは先制攻撃持ってないけど4の攻撃力持ってますね。さてどうしようかなってことを、まあ、ここから考えていくわけなんですけれども、まあちょっと体力減ってないうちから防具もらうのもなんだから、まあ、まずは攻撃からにしとこうかな。で、
まあこれどうせ使わなくても4食らっちゃうってのあるんで、とりあえず食らっておきます。よいしょ。で1人まず処理ですね。でそこからどうしていくか、まあこの辺さっさと先に倒しといていいのかなっていう感じはしますね。よっ、ボスが控えてるから、ボス結構強いんで、はい。で、体力が減ってるんで、防具買っといてっていう形にして、そうですね、こいつ、攻撃力4か。なるほど。もう一個防具があればなって思いますけど、どうしようかな。まあ、1防いどいて、倒しときます。よいしょ。まあもうこのクルセイダーの能力は全く役に立たなさそうな感じがしてますけど。で、バケツ1個買っときます。で、そうすることで、ちょっとね、防御力を増やしておきながら戦っていきたいかな。にしても強いな。さっき手に入れた魔法のアイテム、先制攻撃を防ぐアイテムとかがあるといいんですけど、まだそれは来なささそう。こなささそう、うん、こなさなさそうですね、はい。で、相手ちょっと全部アイテム使って戦ってみたいと思います。タックル、あー2ダメージか。なるほど。これはね、鎧1個あれば相手スタンさせることができたみたいですね。ちょっとこれはもったいないことしたかな。苦しい。で、最後は剣使わなくても体力2しかないんで倒しておきます。よし、オッケーオッケー。で、これね、相手は呪いのカードを残していくタイプの、キャラクターだったみたいですね。これね、捨てるには体力2が必要で、捨てるまではスキルがね、スキルのお金がプラス1されちゃうっていう結構厄介なカードです。あ、ちなみに、このね、持ち物は4枚までしか持てません。それちょっと言うの忘れてたけど、じゃあまずこれちょっと消しといて体力回復しとこう。で、あとそうですね、弓のカードを取ってこの一番上の列に対して4ダメージ与えることができるみたいなんで与えておきたいと思います。なるほど、結構便利で、先制攻撃を防ぐスキル出てきましたね。なのでこれを体力2を消費して消しておいて、先制攻撃を防ぐスキルを手に入れた後に、先制攻撃をしてくる敵に対してこれを使っておくと相手の先制攻撃が消えます。なのでここで体力、攻撃力4あれば、相手をね、楽に倒すことができるっていう感じですね。ただちょっとお金が、なんかで攻撃力が足らなかった。これまずそうだな。これはちょっとまずそうな雰囲気が出てきてるぞ。よし、体力とりあえずこれで回復しておこう。で、相手4ダメージ入れといて、これ買えないのか、お金が足らないのか。なるほど、どうしようかな。そうだな、探検打ってこのさっき買ったパイプソードを手に入れて、まず1人倒しとこう。お金が必要だ。お金がだいぶ足りてない。で、相手これまた残してきてる。これ厄介だな。どうしようかな。これがトランキライザーですね。相手をね、一回眠らせることができる。だから気絶させるのと一緒の効果です。これ1枚捨てとこうかな。お、ボスだ、出てきた。体力18もある。体力18ってえぐくない。ちなみに攻撃力は33。なるほど。ちょっとこの兜がどうしても必要になりそうな感じはあるな。どうするかな。あとトランキライザー持ってないと負けそうな感じがする。まずはこの辺から倒したいけど、攻撃力4か。なるほどね。アーマーアップ、アーマーアップ、デフレクト、どっちも欲しいな。これ一回捨てて、これにしよっか。うん。で、これつけて、で、アーマー、あ、なるほどね。武器と一緒に攻撃すると、アーマー6得られる。これがあれば、
相手をスタンさせることができるし、うん、かなり良さそうですね。これはこいつを安全に倒すことができるはできると思うんだけど、ここからだよな。武器なしで戦うのこいつと武器が残ってないんだよな。いやー負けそうな空気がビシバシするな。これ捨てといてこいつ倒しましょう。いや待てよ、我慢するか。我慢するっていう手もある。どう我慢するかっていうとそれは難しいんだけど、攻撃力4だよね。攻撃力4か。いやーこれどうしようかな。これでいけるかな。これでスタンさせて戦って叩いて、でアーマーアップは諦めて、これを捨てて全部は買えないな、どう考えても。トランキライザー1本は絶対にいるから、これ1本買って、でこれ捨てて、あそうかプレートヘルム買えないか、これだと。なるほど、ちょっと間違えてんなちょっと間違えてんなこいつって思いましたけれど、あ別に無理して捨てなくてよかったかも。そうかこのハムストリングがもういらないんだ。そうかいろいろ間違えてんな。でよいしょ、あこれ負けそうよ。体力マックスならなかった。まず防御していきます。よっ、うわー強いな。防御2、相手は強い攻撃、体力マイナス3、防御力はもうないけど、よしまあ防いどこで先制攻撃か。なるほどこれプシュ眠らせとく。よしよし3-3、これも眠らせとく。よしよし、これを受けよう。これ受けて相手の体力減らそう。先制攻撃、先制攻撃消して自分の攻撃入れる。よしよしよし、ギリギリ勝ったちょっと計算ミスってたけどね、ちょっと計算ミスってたけどギリギリ勝てました。そうするとまたカードをもらえて、ね相手もね、アーマーを持ってる時があるんで、その時はねこのアーマーをこう壊すね能力を持ったピアスって言って、その貫通能力を持った、アイテムとかもあるんで、そういうのを持ってるといいかなと思います。もしアイテムを何も持ってなかった時に攻撃力が1上がるカードで、それでまたこれの繰り返しですね。でいろんなカードを買って、デッキを強化しながら、また次のエリアに行くと、ダンジョンが始まって、そこにいるモンスターを全部倒していくことになります。でどんどんね、いろんな能力を持った、敵が出てくるので、そこが楽しいところですね。毒マークとか、これ毒をね与えてくる敵とかいます。はい、ということで、今回はミテオフォール、クラミッツテイルというゲームを紹介しました。ちなみにこれメイン、メニューに戻ってもらうと、そこのゲームからスタートすることができます。はい、なのでこういうねオートセーブ機能もついてるんで、途中で中断することもできますね。まあまた配信とかで魔法使いは、魔法使いでねまた全然違った能力持ってるんで、その辺も紹介できたらいいかなとも思ってます。はい、ということで今回ちょっと紹介が長くなりましたけれども、楽しんでもらえてたら嬉しいです。それでは今回も動画見てくれてありがとうございます。はい、ではまた。